蕎麦族は、タデカの一族である。かつては、タデ族パリガナム SL に含められていた。蕎麦とはこの族の模式種ファゴプイラムエスキアレントムの、標準和名であるが、蕎麦族を蕎麦と総称し、ファゴプイラムエスキアレントムは、普通蕎麦と呼ぶこともある。英語のバックホイートとコモンバックホイートにも、同様の語法がある。可避はほぼ有利。SK、ムーカージャ、ハポカーペス。 テロキシュガナムを加えた4族はフェイガーパイリにまとめられた。ただし、このうちテロキシュガナムは以前は当園と思われたいくつかの族と共に神殿キャリガニーに移された。エスケイムカージャもおそらく蕎麦族に最も近縁ではない。これら4族を抗議の蕎麦族ファゴプイラム SL にまとめる説もあるが、これらの理由で系統的ではない。約19種が属し、 それらは二節に分けられる。なお、抗義の蕎麦族に加わる種は、以下の通り、蕎麦が主に、日本、ロシア、中国、アメリカ、カナダ、ミャンマーで、脱炭蕎麦が主に、中国、ネパール、ブータンで栽培される。種子を穀物と同様に利用し、旗国に分類される。稲や小麦に比べ脱流を起こしやすい欠点がある。無限過剰のため、 一本の本の中で結実時期に差があるのがその一因である。ありがとうございます。